皆さんこんにちは、アクアハウスチャンネルマサでございます。レオパに力を入れますと言った宣言通りですね、今回ちょっとお迎えしてます。ハマレプのマスクを使ってご案内します。では行きます。まあ今回ですね、お迎えしたのは黄色いタイプのレオパですね。3匹ですね。メスの個体をですね増やして、でうちで、まあ、自宅で飼育していますタンジェリントリンパーと掛け合わせができればいい相性がいい子がいたらなというところで、まあ、ちょっとまあ私がまあ黄色とか黒とか、まあ、赤っぽいオレンジが濃いのとか、まあ、あとはマックスノーなんかも割と好きなので、まあ、ちょっと好きなタイプを、まあ、とりあえず集めていこうという感じですね。増やしていきたいと思ってます。またこれからレオパの魅力を伝えていきたいなというのもありましてですね、まあ、ちょっと、まあ、クレイジーな領域ではありますけども、いろいろぜひ参考になればと思います。でまずですね、自宅ではペーパーを使ってるんですよね。キッチンペーパーとか、それからペーパータオルとかを使って飼育してすぐ取り替えたり、まあ、自宅はやっぱり匂いとかがあると、まあ、家の人間とかがいろいろ気にしちゃいますから、生き物を飼うなとかなっちゃうといけないので、まあ、かなり匂いとか気にしてるんですけども、ここアクアハウスはですね、かなりまあ生き物の部屋ですので、多少の匂いとかまあ仕方ないとして、まあそれよりも繁殖にいい環境とかを整えるためにですね、今いろいろまあカルシウムサンドを入れてですね、まあ繁殖環境を整えていこうという感じですね。そして今回ですね、導入したのがですね、レオパマンション。これをですね、ちょっと中古ではありますけども、もう売ってない、まあ非売品になっちゃってるような感じなんで、もう絶版しちゃったんですかね。なのでまあそれをですね使って導入していきたいというふうに思います。まあサイズ的にちょうどこうまたまたの飼育してる下のスペースでですね、すっぽり入ったので、まあこれがいいってことになったんですけれども、まあそういうわけでですね、今セッティングはウェットシェルターと水入れとサンド、まあこれだけですね。でお迎えした3匹用と、あと繁殖用で、まあ、自宅で前回ご紹介した4匹飼育してるんですが、ブラックナイトは自宅でちょっと黒姫ちゃんは飼育して、他の3匹はこちらに持ってきて繁殖で頑張ってもらおうというふうに考えてます。なんかすごくワクワクしますね。なんかこう、まあ、コロナでいろいろなことが制約されていて、まあ、お友達とお食事に行ったりとかなかなかしづらい時期になっているので、私の場合はついつい、まあ、飲み代が生き物に変わっちゃったみたいな感じになってますけどね。まあどんどん買ってってますけども、ちょっとあと今回ですね、このレオパちゃんにですね名前をつける、レオパード結構やっぱ可愛いので名前をつけたくなったという話を前回しましたけども、まあ命名センスのなさは笑っていただきたいと思うんですが、まあ、名前をつけていっております。で今回お迎えした3匹はまだちょっとですね、なんかこう触れ合う中で名前をつけていこうかなっていうふうに思ってんで、もうちょっと時間がかかります。なんせですね、最初に購入しお迎えしたですねレオパちゃんの、まあ、スーパーマックスノーは名前がつくまでに1年ぐらいかかってますからね。まあちょっと名前つけるっていうのはなんかね、心情的ハードルがあるんですよね。もうなんかすごいこう、もしもの時の衝撃が大きいんですよね。愛着がどんどん湧いちゃうのでね。ですけどもやっぱりレオパード月光とか太あごひげトカゲとかは名前つけたくなるぐらいなんか可愛い生き物だっていうのは本当に思うんで、まあちょっと数はいますけれども、まあこれが10匹20匹になってくると名前覚えられないくなっちゃうとか見分けがつかなかったりすると思うんで、ちょっとそこはわかんないんですけども、とりあえず可能な限りちょっとずつ名前をつけるというのを考えています。まあ私余談ですけれども、なんか猿山とかでですね、飼育係は百何十匹いる猿の名前を全部覚えてんですよね。びっくりしちゃいましたけどね。高尾山に行って猿山行ったらですね、この子は何々ちゃんとか言ってるんですごいなと思ったんです。全く私から見たら全部猿みたいな感じでしたけども、まあある意味ですね、このレオパちゃんたちもですね、名前つけますけども、他の人から見たらただのトカゲみたいになっちゃうのかもしれないですけど、まあそれはそれでね、バカ飼い主というかですね、そういうのを楽しんでみようというふうに思っております。それでは行きます。今日はレオパマンションを作ってます。ラバが可愛いな。この子は女の子ですね。
タンジェリン・トレンパーの娘ですね。この子も女の子ですね。タンジェリン・ヘテロ・トレンパー。ヘテロ・トレンパー。髪付け、これ、こんな感じになってますね。かわいいですね。お、この子は、アプター、メスですね。お、結構、あたたたたたた。みんな噛みつきますね。あ、この子、この子、脱走しないですかね。この子も噛みつくかな。持ち方がいけないのかな。これもアプターですね。こちら、あ、こちらまだなんだ。こちらにですね、この子を入れていきたいと思います。これは、メスなんですけどね。これはマックスノーのメスの、あ、うんちしてるな。メスでね、この子名前ついてます。ここになんか袋みたいに顔がなってるので、なんとなくイメージ的に、ナオミちゃんです。ナオミちゃんです。よいしょ。ナオミちゃん。はい。それからですね。それからこの子が、タンジェリン・トレンパーのオスなんですけど、まあ、ちょっと自宅から持ってきましたけどね。で、これ最近まで名前つけてなかったんですが、なんかイメージ的にですね、N さん。N さんっていう名前がついてます。N くん。N くんね、N くん。N くんです。ちょっと某人の顔に似てるような気がして、名前をつけました。ただみんな N くんと似たような顔してるんですよ。うん、そんな感じですね。あとですね、次の子がね、この子も自宅から持ってきて飼ってたんですけど、この子は最初に飼ったレオパなんで、スーパーマックスノーなんですけど、これレオパちゃんって名付けてるんですよね。まあレオパちゃんのオスですね。で、このオスのレオパちゃんとさっきのナオミちゃんを掛け合わせたいなということでお見合いしたいと思いますね。ということで、こんな感じでレオパマンションが出来上がりまして、ついこの前まで4匹だったのに、今、1、2、3、4、5、6、7、あれ？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 あ、どこ2匹？あ、これ2匹入ってあと、黒姫ちゃんもいますか。あと、2人分も過ぎましたね。ちょっとここに今一回入れといて。あ、ダメだね。あ、いい。とりあえず。入れといて。ちょっと後でやります。まあ、この、まあ、レオパーマンションは、今はなかなか販売してないので、ちょっと古いタイプの方なんです。なかなか便利で、すごい収まってますので、これから増えてきたらまた、レオパータワーとかも作ってみたいと思います。じゃあまたよろしくお願いします。チャンネル登録もお願いします。はい。